葛飾区立城千葉小学校は、東京都葛飾区東堀説にある公立小学校。体育館は、葛飾区議会議員選挙ほか、選挙の投票所として使用されたり、災害の際、地元の町会、お花茶屋東町会の一時集合場所としても、機能する。葛飾区立小学校として、全54校中、31番目に開設された。 学校創設期の1952年から1953年、学校のある場所は、葛飾区城千葉町と呼ばれていたことに由来、現在の東堀切れ3丁目と制定されたのは、その後1965年である。ちなみに東堀切れ1丁目と2丁目の一部は、下千葉町と呼ばれていた。校名に、東堀切れがつく東、堀切小学校は、 東堀説ではなく、堀切り3から34から1に存在。クズの刃門に刻まれた交渉と、その由来について、葛飾の地名は、昔この地域一帯に、クズの刃が反もしていたということにちなんで付けられたため、本校の交渉も、このことを考慮し、クズの刃の茂りごとく反映することを願って制定。そのため、校歌の歌詞にも、クズの刃、 緑の葉が茂るというフレーズが使われており、また南西側の校門は、クズの葉門と名付けられている。作曲者の中田義直は、小さい秋見つけたや、メダカの学校、夏の思い出などを作った日本を代表する、作曲家の一人である。葛飾区内では、本校のほか、両南小学校、西、渋江小学校、南大道小学校などの校歌も手掛け、 たた数の効果の作曲者でもある。詳しくは作曲した効果一覧参照。効果は開校当初から存在していたわけではなく、昭和38年に開港10周年記念として作られた。すでにその分野で名の知れた両者に作詞5万円、作曲5万円で発注。当時の高卒初任給が約1万5千円で、約3ヶ月分の給料に値する。 この費用はすべて PTA による募金活動や廃品回収等によりまかなう。1981年度の卒業生制作として、高価の歌詞を一文字ずつ木彫りしたものをつなげ、歌詞すべてを作品として仕上げたレリーフを、かつての旧体育館の舞台上図側上部に掲示。このレリーフは2017年度に解体された、 旧体育館から落成した新体育館へ移設され、現在も以前と同じ舞台上図川に掲示、現存している。2017年度の全校生徒数702人は、花の木小学校の773人、道上小学校の711人に次いで、葛飾区の区立小学校では、全56校中3番目に生徒数が多い。過去に最も生徒数が多い年は、 西亀有小学校が本校から分離、独立する前年イコール1965年度の1349人であった。開校から平成29年度までの全校児童数水本校では古くから集団登校が実施されており、学区内の各所に集団登校の集合場所が設けられている。ブラスバンド部の活動に力を入れており、校内の入学式や運動会、 定期演奏会。地元の亀山祭りやお花茶屋商店街の郊外イベント、また、葛飾シンフォニーヒルズでの夢コンサートでも定期的に演奏を行っている。このブラスバンドの前身となる古敵隊も、開校初期の昭和30年代頃より、地元のお花茶屋商店街で演奏、更新をしている。PTA 活動が活発であり、近年では、毎年夏、 学年別に分かれた親たちがソフトボールなどの対抗試合を行ったり、校内で模擬点などを出す、PTA 主催の上千葉縁日祭りが催される。秋の運動会では、PTA 参加種目が毎年あり、近年、そのほとんどが綱引き種目である。また PTA や本校 OB たち、多数のメンバーによる、上千葉 PTA、ソフトボールクラブがあり、 専用のユニフォームを作成し、葛飾区ソフトボール連盟のリーグ戦ほか、公式試合への参加などを行っている。なお、女子小学生のソフトボールチーム、ジョーチバフレンズは、本校直轄のものではなく、他校児童も含めた、混成地域クラブである、本校最寄り駅のお花茶屋駅。ありがとうございます。